木戸まこです。今日のまこチャンネルはファッションです。今回は韓国でカンナムにある高速ターミナル駅っていうところに GoTo モールっていうねショッピングモールがあるんですけど、そちらで1万円分のお買い物をしてきたので、それを紹介していきたいと思います。服だったりアクセサリーだったり美容グッズもあるんですけど、ぜひチェックしてみてください。それではご覧ください。まこチャンネルスタート。では紹介します。1つ目がこちら T シャツです。これは前にワンポイントロゴが入っていて、後ろにはこんな感じのデザインが書いてあります。お値段は1万5000ウォンだったので、日本円でだいたい1500円ぐらいかなと思います。はい、着てみるとこんな感じです。結構ね、袖もちょっと長めで、丈も長くてゆったりした感じになってます。ちょっと前だけインしてきたりとかしても可愛いと思うし、白なのでね、もうどんなボトムにも合わせやすいかなと思います。次はこちら。今度は黄色の T シャツです。 T シャツっていうかトレーナーなんかな。今回は結構カジュアルな服を買いました。なんか普段は結構綺麗めとかシンプルな服が多いんですけど、韓国にいた時はなんかの分からんけど、いつもカジュアルな服買うこういう服が多いのもあるけど、こちらも着てみます。ちなみにデザインもすごいシンプルで、前にポケットがついてて、ちょっとここにねタグもついています。赤いタグがまた可愛いです。はい、着てみるとこんな感じです。ちなみにお値段は1万ウォンです。着た感じで見て、これもっとさっきよりも袖が長くて、韓国の服結構こういう袖長いのが多い気がする。丈も長めで、でこの横もねちょっとだけスリットが入ってて、これもまた可愛いなって思います。楽ちん。こういうなんか短めの丈の服がねちらって見えるのも可愛いと思うし、インしてきても可愛いと思います。デニムも何でも合わせれるな。これもそういえば韓国のやつだった気がする。そして次はこちら、トレーナー。今度は赤です。デザインはこんな感じ、後ろは何も書いてません。お値段は1万ウォンでした。これも大体だから1000円ぐらいと思います。はい、着てみるとこんな感じです。これもちょっと長めでゆったりした感じです。で生地もね、さっきのやつも全部そうなんですけど、そんな厚くなくて春でも全然着れる薄さです。すごい軽い着てて、こちらもインしてきたりしても可愛いと思います。普段あんまりこういう服着ひんからさ、普段は帽子かぶらないんですけど、なんかこれにキャップとか合わせたら可愛いかも。そして次はこちら、スカートです。これは1万5000ウォンでした。なので大体1500円くらい。ベルトもセットで1万5000ウォンって考えたらすごいお得やと思って、このベルトがまだ可愛いなと思って買いました。はい、こんな感じで着てみました。可愛い。生地も意外にしっかりしてるし、結構ねこれ伸びるから着やすかった。ただボタンがちょっと外れそうやったね。ちょっと家で刺繍って言って直そうと思います。ベルトも可愛い。ちょっとねベルトが赤なので、上だけさっきの白に着替えてみました。はい、こんな感じです。めっちゃ韓国っぽい。そして今ねこれ買った順に紹介していってるんですけど、その後ねアクセサリー、可愛いアクセサリー屋さん見つけてアクセサリーを買いました。4個買ったんですけど、2個ずつ紹介します。こちらです。ちょっと見にくいと思うので後で写真撮ろうと思うんですけど、バーバパパ見つけたんですよ。めっちゃ可愛くないですか。マコの大好きなバーバズーとバーバパパで、パパの方がハードボタンになってて、こっちはねなんかデニムの生地にこのなんかタグというかついてます。これどっちも500円でした。ここのお店が全部500円で、アクセサリーがすごいプチプラで可愛いのがたくさんでした。そしてあと2つ買ったのがこちら。こっちは結構大きめのキラキラのピアスです。パールがついているものと、なんかね滑らかなキラキラというか、ちょっと変わった形のピアスが2個連なったものを買ってみました。結構ね大きいピアスとかも好きで、こういうの見るとねすぐ欲しくなっちゃいます。これであと3万ウォンなんですけど、次に買ったのがこちら T シャツです。これはワンポイントハートのワッペンがついていて、お値段が5000ウォンでした。これはちょっと人にあげようと思うので今日は着ないでおきます。そして次に買ったものがね、もう超テンション上がれちゃったんですけど、いきます。こちらバーバズーです。ワンピース、これがお値段1万ウォンでした。もう見た瞬間にあ、僕やと思ってめっちゃテンション上がりました。で今もバーバパパとバーバズーと、あと何でか分からんけど黄緑バージョンもあって、何色ぐらいあったかなちょっと覚えてないんですけど、それでねピンクと迷ったんですけど、やっぱねズーが一番好きだからふわふわズーにしました。デザインはこんな感じです。なんかビスケットを食べてるみたいだ。
イラストになってます。はい、着るとこんな感じです。で、長さが、ね、見えないかもしれない。長さは膝下です。もうめっちゃ楽ちん。これはちょっと家でパジャマにします。やったバーバズーになった気分になります。これ着てね、韓国に行った時にのライブ配信してたんですけど、もうテンションがやばかったはい、そしてあとね、1万5000ウォンやったんですけど、もう何買おうと思って最後に行ったのがスキンフードです。スキンフードで買ったのがこちら、ボディーローションとパックと、あとはメイクする時に髪を留めるものです。で、これが1万ウォン1000円ぐらいで、こちらが4000ウォンと1000ウォンでした。で、これでぴったり10万ウォンでした。そう、ぴったり10万ウォン分買いました。このボディーローションはレモンバーベナって書いてて、結構ね、爽やかなレモン、もうレモン好きに、私レモン大好きなんですけど、レモン好きにはたまらん匂いやった。で、マッサージするときに使おうと思ってます。で、こちらのパックは人にあげようと思ってて、最後のこちらは髪に、さっき言った髪に留めるやつなんですけど、例えばさ、こうやって髪の毛邪魔じゃないですか。これをピッてやって、これで留める。じゃあ、勝手に止まるんですけど、これやと結構ね、ピンの跡がつかないんですよ。なので、結構こう、長時間止めてたりとかしたら、なんかそのヘアピンの跡とか残りのが気になるっていう時にこれでつけれます。このままピシッてピタッて止めれるので、優しくソフトに髪を止めてくれるので便利です。はい、ということで今回の購入品は以上になります。いかがだったでしょうか。今回は GoTo モールでの1万円企画ということで、1万円分10万ウォン分お買い物してみました。結構ね、10万ウォンでいろいろ買えたなと思って、服とかもその1万5000ウォンとか1万ウォンとか、もう本当にもっと安いので行くと、もう本当にもっとプチブランドで行くと、もうね、カゴにドーンって山になって3000ウォンとかで売ってたりとか、5000ウォンも結構あったりとかして、本当にね、お得に買えたので、ぜひ韓国に行った際はチェックしてみてください。そしてマコチャンネルは毎日20時にアップしています。毎週土曜の夜は生配信もしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた明日もお楽しみに。バイバイ。